皆さんこんばんは。コバルトボーイボーカルギターモーリー喜多です。ベースの脇本です。こちらは福岡在住のロックバンドコバルトボーイのインターネットラジオボーイズドントブルーという番組でございます。今日115回目、です、はい。今日はですね、最初は先日、行いましたユーテルでのライブを振り返りつつ、またいろんな話をしていきたいと思います。皆さんごゆっくりとお楽しみください。お付き合いください。コバルトボーイのボーイズドントブルー。はい、先日のライブどうなんだっけな。ちょっと僕さっきまでまた寝てたので。あ、寝起きですか。ボローギア、こっから行きましょう。ローギアここから行きましょう。すぐ上がるの。そうだそう、今日はですね、スイーツを差し入れいただいたんですよ。そうなんです、僕手ぶらできちゃうんですよね今日。今日はですね、SNS と、いろんなライブハウスで、よくしていただいてるですね、マスさん、MAS マスさんからですね、今日は、差し入れをいただいております。かわいい、かわいいですね。ちょっと写真撮っていこうか。まずこの外観、はい、これでわかる人いるのかな。いや、僕知らないですけど、ですね、本日、これ、さっきちょっとちゃんと、ですね、岩田屋さんの方にあります、ホレンディッシュカカオシュトゥーベのツイートローネンクーヘン、レモンケーキ、ドイツのレモンケーキということですね、ちょっと出してみたいんですけど、こういう感じの、ですね、ちょっとこれも可愛いですね。可愛いですね。こんな感じ。これちょっと切り分ける感じですね。っぽいね。四角なんだな。切り分けていくんで、はい、脇本漫談よろしくお願いします。はい、脇本漫談、今週も始まりました。調子飲んだよって。珍しくですね、こう手ぶらで来たんですけど、こうやってこう差し入れいただけるのが本当にありがたいなと思います。また2人揃って買いますけど、マスさん本当にありがとうございます。おしゃれなんですよね、マスさんは。そう、 ありがとうございます。猫に関係なけるフォークですけど、いいですね、でも本当にいや、いいですね。なんか暑くない？暑い？いや、どっちでもない。切り分けに時間かかった。はい、シュトーレン、すごいですね。はい、ちょっといただきます。あ、この切った断面系もこうやっていきましょう。写真むずいや、うまそう、なんか上品なもう見た目ですよ。すごいね、おすすめということで、さっきマンションの下まで持ってきていただいて。あ、本当に？本当なんですよ。だからちょっと、恐縮です。じゃあちょっといただきますね。いただきましょうかね。めっちゃうまそうじゃない、この砂糖がキラキラしてるんで。いただきまーす。いただきます。あ、ほろっとくる感じですね。手の方か。うまっ。マジ？ちょっと待って。うまっ。うまっ。うまっ。爽やかなレモンの香りと、なんかこのスポンジの部分が全然パサパサしてないよね。なんかね、ホロホロ系ですね。ホロホロ系ですよ。うまムースみたいな感じ。うまっ。めっちゃ下に落ちちゃう。これはすごい。いやー、最高ですな。ティーでもいいかもね、これも。あ、そうですね。これはうまい。あ、美味しい。
さすが、なんかおしゃれで美味しいものを知ってらっしゃる。本当だよね。本当ですね、やっぱ。皆さんもなんか美味しいの食べてくださいね。うん、はい、ということでユーテロでライブを今年初ライブやったんですけれども、結構でもノッシーとライブやるようになってなんか一番良かったかも、感触として。あ、本当ですか。結構夏のこの間の小倉のライブ、 この間というか去年の夏の小倉のライブも結構なんか良かったなって印象やけど、うん、なんか結構なんか自分的には良かったな。うん。なんか、いいコンビネーションでできたなっていうのは、うん、ちょっと僕は、ノッシーともありましたね。なんか、一個前のライブの時は、結構、なんか爆音に感じて、ああ、はいはいはい。ノッシーのドラムと結構、脇本ちゃんのベースが、でかって、うん、あのステージの中で感じて、うん、なんか、わーって感じでやったけど、声も枯れたりしたけど、うん、いや、今回はなんか、すごいやりやすかったし、うん、そうだから結構ライブはだから新曲やれたし、うん、あとなんだっけ、あ、プールサイド、プールサイドやれたね。プールサイドやれたから、うん、プールサイドはだからノッシーとやるの初めてですね。初めて初めてライブ、うん、新井の卒業ライブ以来でやれたし、うん、好きなんでね。なんかいい、正直ちょっとお客さんの数少なくて、うん、最初なんか寂しくなるかなと思ったんですけど、うん、なんかこう見てくれてるこう皆さんが結構熱心に見てもらえて、本当ありがたい。いやだからすごいなんかこうなんかやりがいがあるじゃないか、うん、なんかやってよかったな。充足感ありましたね、うん、でかなちゃんのエピソード。かなちゃんは当日声結構今まで以上にコーラスあって、うん、パート的にね、そう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 、新曲が、うん、まあダブルボーカルじゃないけど、うん、僕のボーカルがあって、ね、かなちゃんも歌ってみたいな新曲で、だから結構練習してくれてたよね。うん、うん、そうそうそう、だからまあそれもあってかわからんけど、やっぱコーラスとかにすごいこう意識がいってくれてるって感じがして、なんか良かったですね。うんうん、あとグミ食べて、あとグミ食べるっていう、グミを食べて上をしのいで、タイトなタイムスケジュールだったんですよ。あ、そうだっけ。リハーサルして、また移動してリハーサルしてみたいな感じだったから、うん、うん、ですけど、まあ、グミ食ってましたね。そう、うん、だからライブが次2月25日に、はい、グラフというところであって、うん、それも、まあ、イベントみたいなんで、ぜひ、ね、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。コバルトボーイのボーイズドットブルー。続いてのコーナーはフェイバリットミュージックのコーナーです。このコーナーはコバルトボーイメンバーたちが最近聴いた好きな曲をあげ、皆さんと共有して、楽しい時間を過ごそうというコーナーでございます。本日のコメンテーターは脇本義久さんに来ていただいております。はい、脇本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、うん、もう決まってる、俺決まってるというかこれかなと思って。あ、じゃあ脇本さんから。あ、じゃあ俺から行く、うん、脇本さんよろしくそんな紹介なかったじゃん今はい、今日紹介するのは、うん、デビッドボーイヒーローズです。あ、うん、デビッド・ボーイってあんま詳しくなくて、ジギー・スターダストのイメージ、うん、デビッド・ボーイがオウムみたいな感じ の 赤髪でさ、うんうん、すごいゴージャスな衣装を着て、関西さんのね、関西さんのね、あのイメージしかなかったんですけど、はい、そっから先って俺あんま聞いてないなと思って、はい、うん、でなんかね、ツイッター、まあ、今 X か、うん、X とかでもこのヒーローズのジャケット、うん、アルバムのジャケットに顔はめするみたいな、なんかこうちょっと流行ってるって、うん、あ、なんか見た気分、そうそうそう、を紹介したいと思います。聞いてみましょう。あ、はい、うんうん、何ですか、紹介してください。はい、デビッド・ボーイでヒーローズです。ヒーローズです。デビッドボーイでヒーローズでした、うんうん、
これあのいいオフィシャルミュージックビデオじゃないんですけど、うんうん、この映画の中でかかってたらしくて、この映画の中でデビッド・ボーイがコンサートするシーンとかもあるらしくて、うんうん、なんか和訳とその曲の雰囲気とそのなんかこう映画の中の動きがすごいなんかもういい感じで混ざり合っててすごい好きです、うん、この映画見たいんやけど、うん、ドイツの映画らしいですね、うん、なかなかないのかな、うん、すごい好きだな、うん、まあこれ紹介したけどな僕T ねさっき言ってたね俺覚えてない、俺出てた時か、俺出席してた時かな、したけどないや全然いいけどねうんうん、あとを追ってくれれば僕の輪立ちの後を追ってくれればいいよ、うん、僕はもう普通にシンプルに僕好きだなと思ったんですけど、どういうとこが、うん、やっぱあのこのテーマになってるギターのさ、うん、なんかその、あの、ハウリングみたいなギターあるじゃないですか、うんうん、あれとなんかもう一個メインテーマになるギターがあるじゃないですか、ギターソロみたいな、テレレレレレレ、ああ、うん、なんかその混ざり具合と、でもなんかそのハードロックみたいな感じにならないというか、うんうん、なんか独特のファンタジー感があってすげえ好きですね、うんうん、それはなんでそういう風なサウンドになったと、わかんないそれは、うん、そこよ、うん、そういうところを調べるの背景とかを知った方がいいよ、うん、そうですね、うん、いやでもそこが、まあ、とりあえずまあ最初の感動どころかなってところですね、うんうん、なるほどね、うん、いやデビッド・ボーイってやっぱいろんな時代でどんどんなんか曲の表情とかも変わってすごいなっていう、そのすごいシンプルななんか感動もあって、うん、めちゃくちゃアルバムであるからやっぱ、うんうん、まあ聴いていきたいなと思いました、うんうん、です、はい、ありがとうございます。僕ですね、うん、ちょっと音楽あんま聴いてなくて、うん、だからどうしようかなと思ったんですけど、最近漫画そう読んで、おこのね、肉まんこさんの泥の女通信っていう漫画読んだんですね、うん、はい、でまあこれはまあいろんなあの恋愛とかセックスとかまあおだあの男女におけるまあいろんな引きこもごも、うん、まあ男女だけじゃないけどね、いろんなまあ恋愛を中心にまあ描いてあるような、はい、まあ話がいろいろ入ってて、でなんとなくなんかビレ版久しぶりに行った時に、うん、まあ面出しで置いてあって、ああとなんとなく買ったんですけど、結構そのなんつうのかな、自分とかは結構こういうのって最初にやっぱ岡崎京子さんとか、うん、あの七男桐子さんとかで入った世代なんですよね、こういうこう恋あの恋愛漫画っていうか、だから結構でもその現代版って言ったらめっちゃ雑ですけど、うん、あのそういう感じでいろんなまあお話が入ってて、いろんなまあ登場人物が出て、なんかでもそのあなんかいいなと思ったのが、まあずっといいんですけど、はい、最後まで読んでいいなと思ったのが、ちゃんとそのこれまでにあった話を最後にね、なんかこう、まあ、ちょっとネタバレになるけど、うん、まとめてくれるじゃないけど、話的にはこう短編がずっと入ってる感じ、そう、いろんな、まあ、こういうカップルの話とか、うん、まあ、この女の子同士の話とか、まあ、いろいろあって、うん、いろんな話があって、最後に、まあ、最後の方で、こう、結局、その、そういう、いろんな、まあ、恋愛とかの気持ちの、まあ、ずるいことも、感じとかさ、うん、人を疑ったりとかもあるし、まあ、よく、いろんなことがあるじゃん。そういう話がまあずっと入ってるんやけど、いろんな形の、いやそれをなんかこう別にこれがいいこととかなんかドロッとし悪いことじゃないかさ、うん、とかじゃなくて、なんかそういうことがそのただただあるっていう、僕あの自分たちのまあ人生っていうか、うん、それはいいとか悪いとかじゃなくて、ただただあるっていう、なんかこうなんつうか突き放したしてるようで、すごい、うん、まあそういう
人間の気持ちのいろんなものをなんかまあ肯定してくれてるような気もしたよ、ね、ただただそういうことが あったみたいなその締め方だったんやけど、でもまあ作者の人最後も、まあ、モノローグじゃないけど、うん、ちょっと引いたメタ的な視点が入ってきて、こういういろんなことが私たちにはただただあったみたいな締め方で終わるよね、うん、それがなんかすごいなんかやっぱ自分が好きだ、あの最初にあの10代の頃とかに言ったナナナさんとかが、うん、なんか音楽の歌詞とかああいう感じだったとすると、今回この人のこのニック・マンコさんの泥のオナ通信は、うん、結構なんかもう小説とか結構そのぐらいあのもっとギュッと情報量も多いし、なんかこうもっと分かりやすく伝わりやすくし、なんか進化してる感じがして、うんうん、あなんかいいなと思いましたね。でこれをまあ読んでる時に、うん、なんかあでもなんかさ90年代のサニーデイサービスってこういうことを表現してる感じしたなと思って、そう思い出したんですよ。でなんか、まあ、どのアルバムかなと思って、うんまあ、ラブアルバムかなと思ったけど、ラブアルバムはなんかちょっとこう冷めた視点みたいな結構強い感じがするので、うん、やっぱ24時とかなんかあの辺のいろんなこうことがあるけど最後静かなところに帰結するみたいなのがあったので、うん、今日はサニーデイサービスの24時を紹介したいと思います。そこつなげましたね、つなげた、うんうん、いいですね、うん、で、まあ、曲はどうしようかな、うん、24時から24時僕も大好きなアルバムです。まあなんだろうね、さよなら街の恋人たち、はい、です。聴いてください。聴いてみましょう。はい、ブチって切れたけど、うん、あのライブバージョンで、うん、見てました、はい、うん、結構なんかもうちょっと春っぽい曲が良かったかもな。でもいいじゃないですか、うん、うん、そうそう、でもなんかねよこの漫画いいんだよな、なんかずっと読んでてその、うん、ああなるほどなるほどみたいな、あああるこういうことあるよねとか、うん、あこんなんあるんすねとか、まあいろいろ見てたんですけど、なんか最後にやっぱりそのうん、そう普通とか異常とか綺麗だとか汚いとか幸せとか孤独とか正しいとか間違いとか、そんなのは誰にもわからないことで、うん、それらがあったそれだけのこと、そのここだけ朗読するとすごいあれだけど、うん、このね、ずっと読んできてこれが、うん、最後これが出てくると、うん、はぁみたいな、うん、なんかでその後もうちょっと続くんやけど、うん、ちょっと ほっこりした感じの話が続いて終わるんやけど、うん、あなんかめっちゃいい小説とかいい曲聴いた後みたいな感じになったっていうか、すごいおすすめですこの子の女。そうだから今のさよなら街の恋人たちがちょっとあったかどうかちょっと疑問やけど、うん、まあでもなんかそういう、うん、なんかちょっと通じるものをちょっと感じたりもしたりしましたっていう話でした、ね、いやいやいいです、ね、なんかすごく伝わりました僕は、うんうん、そうそうそう、あのありがとうございます、ありがとうございます。あのちなみに今あの多分ツイッターでつぶやくと、うん、漏れなくニックマンコさんがリツイートしてくれた。そうなんだ見てんだ、ちょっと嬉しかったありがとうございます、ありがとうございます。はい、
エンディングです。はい、うん、うん、そうですね、ちょっとまだ食べてなかった。うん、本当にありがとうございます。これお菓子めっちゃ美味しいよね。もうめっちゃ美味しいです、うん、これは別にあの録音してないところでもめっちゃ美味しいって今言っちゃいましたもんね。うん、うまっ。かなちゃんにも食べさせてあげたかった。そうですね、今日は。あ、この間パンちゃんの、パンちゃんのライブ行きましたよ。え、ほんと？うん、自分たちのライブの次の日かな。あ、すぐですね。うんうんうん、パンちゃんのスケジュールもすごいな。うん、弾き語りの人がいっぱい出るやつに出てたな、うん、でもまあ見に行って、うん、母ですって言ったら、お母さんが来て、かなちゃんのお母さん来てて、お母さん紹介されて、ご挨拶された、うん、ご挨拶した。そうなんだ、お世話になっておりますみたいな。そうなんだ、うん、どんな人なんだろう。うん、いや、お母さん、うん、なんか穏やかな感じの、へえ、うん、方でしたよ。へ、うん、ライブ見に来てくれるね。うん、な、うん、そう、素敵ですね、うんうん、どうでした、かんちゃんの。いや、結構、なんか、うん、いや、よかった、うん、マジでなんか、オリジナル曲がほとんどやったのかな。あー、即興、いつもの即興スタイルとはちょっと違う。即興じゃなかったっぽいよ。一曲なんかカバー入れましたみたいに言ってた。うん、なんかあのもちろん歌もないし、そのピアノだけで表現するんやけど、うん、なんか今回はすごい、なんていうのかな、まあこんな風に言われてかなちゃんが嬉しいかどうかわからんけど、なんかかなちゃんの、うん、こう負けん気っていうか生き様じゃないけど、うんうん、やったれみたいな感じがなんか出てて、うん、あの感じなんかよく出てたんですね、うん、なんかおっと思った、すごいと思った。で、かなちゃんと終わって話してたんですか。終わっ、うん、ちょっと、かなちゃんとお母さんと、ま、感想いいや、よかったっすねみたいな。へ、お母さんもすごい良かったって言ってた。あ、そうなの、ね、お母さん、コバルトボーイのライブも来てほしいな。あ、そうだっけ、聞こえ来てほしいなって。ああ、いやいや、それはまあまあ。へえ。お母さんもすごい褒めてたよ。すごい。うん、コバルトボーイのボーイズドットブルー。あ、でも最近ね、あれ村上隆さんにハマってて、はい、あのアーティストの、うん、知ってる、知ってます。なんか最近、あ、ミノミュージックっていう YouTube 番組あるじゃないですか。あの、ミノ、元カリスマブラザーズのミノさんがやってる。え、うん、カリスマブラザーズっていう3人組の YouTuber だったんですよ。あ、そうなん、いや全然知らんかったそれ、うん、え、ミノ、あの人やろ、ミノミュージックの人、うん、あ、そうなん、ミノミュージックの人。あ、うん、で、なんか村上隆と対談してるやつをなんか流れてきて見て、うん、で、あ、村上隆さんってこんな人なんだと思って、あのどんな人なんですかね。まあ、ざっくり言うと、その2000、ん、あ、じゃあ90年代にデビューして、うん、で、日本、あ、ニューヨークに渡って、うん、で、スーパーフラットっていうそのまあ、あの概念っていうか、まあ、日本の文化を、うん、あの欧米 の、 あの美術史の中で、まあ、こういう位置づけだったと、まあ、欧米の人にもこう興味持ってもらえるように日本の文化を紹介して、うん、で、まあ、自分 の、 そのいろんなアーティスト活動をされてきたみたいな、うん、まあ、ざっくり言うと、ちょっと俺もまだ勉強中だからあれだけど、うん、あのコバルトボーイを始めるちょっと前ぐらいに、弾き語りで東京行ったのかちょっと忘れたけど、東京行った時にあの偶然あの村上隆500羅漢像みたいな、なんかあの森美術館っていうなんかでっかい美術館で、うん、あのあれが やってて、展示やってて、やってて、でそれをなんか見に行ったんですね、確か当時、うん、あの なんで行ったのかちょっと忘れたけど、なんか行こうと思って、
でそれがめっちゃ良くて、そうでそのでまあでもまあなんとなくそれでまあ途切れてて、うん、で最近その YouTube とか見てたら村上隆さん見ること多くなってきて、うん、YouTube チャンネルも始まったのかな。で、あ、こういう人なんだなと思って面白いと思って、まあ、本とか今読ん、うん、買ったりして読んで、すごい、まあ、美術っていうか、アートの、まあ、世界の話を中心にしてるけど、結構そのいろんな文化に当てはまることとか言ってて、あとまあ普通にそのフィッシュマンズとか出てくるよね、会話の。ああそうなんですね。そうそう、だからなんかめっちゃ面白くて、今すごい本読んでますね。本読んだりとか YouTube 見たりとか。どういうのですか本は。どこか行った、まだスーパーフラットっていう本はちょっとまだ注文して、うん、まだ来てないから読んでないけど、まあ、なんと芸術家企業論みたいなやつやとか、なんか結構そのなんかすごい勉強になります。やっぱり自分とつなげられる感じですか、なかなか。つなげられる、まあ、つなげられるというか、なんかこうつながる部分がすげえ共感できるっていう。共感できる、うん、共感、そう、そうですね。でも先になんか作品見てて、そこからじわじわと来る感じってなんかすごいですね、うん、なんかずっと頭に引っかかってたんですかね。いや、偶然そのミノミュージックで見た、うん、見てっていうのがきっかけですけど、うん、すごい考え方が面白いし、あとその、うん、カニエとかさ、ああいうきっかけに、なんだっけ、ビリー・アイリッシュとかああいう、うん、おアメリカのミュージシャンとのコラボとかも最近やってたりして、そういうそのなんか音楽畑でも見るようになったからかな、うん、きっかけとしては。でもめっちゃ面白いですね、考え方とか、ああと思って。あの前はその岡本太郎さんとか好きだったから、まあ本とか読んでて、うん、岡本太郎さんとかよりももっと、まあ当たり前だけど、まあ、現代の、うん、あの話で、曽我部さんは近くで、まあ、うん、こう見なんですかね、見るっていうか接してもらえてる、まあ、現実があるから、はい、なんか曽我部さんのことすごい、まあ、考えて、その音楽とかで、まあ、食べていくっていうか、うんうんうん、こと、あ、全然それを自分に照らし合わせると何にもやってないなみたいな、ただただ作ってるけど、うん、なんかもっとそっから先のことって、うん、多分今まで何、うん、まあ普通にライブをやるとかまあさ、そうあるけどさ、なんかこう基本的にそっから先のこともやってないし、その前段階の作業もなんかやってないんだなみたいなのが結構客観的に分かって、だからまあ今からでもやろうかなみたいな感じ、うん、すごい面白い本。すごいやっぱりいろんなことに対してフォーカスしてったりする部分がすごい明確なんですかね。うんうん、うん、めっちゃ明確、分かりやすい、うん、具体的です。だからまあ、うん、なんかまあいろいろ勉強してますね、うん、今日は、こんな感じ。コバルトボーイライブが2月25日に、やります。グラフ、うんうん、7時半ぐらいの出番だったんで、はい、なんかイベントの中間真ん中ぐらいだったんで、ちょい、あ、でも日曜日かだから、まあよかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。3月も、20日決まってますよね、うん、言ってろ。3月は20日の、祭日だったかな、祝日ですね、に、ゆうてろでライブやります。他も決まりそうなのとかあるけど、まあ、決まってるのは一応その辺なので、うん、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします、うんうん、あとまあ最近新井くんと電話したりして。ああ本当ですか。新井くんも昨日 LINE しました。そうそう、明日、うん、ああいろいろ気になって頑張ってますね、うん、まあ近いうち近況動画くださいって言ってる新井くんの近況が気になる方もまたぜひこちら聞いてください。それではまだ寒いですけど、皆さん風邪などひかないように、暮らしてください。コバルトボーイ、ボーリキタカでした。秋元でした。おやすみなさい。おやすみなさい。